ネルフィナビルは、人免疫不全ウイルスの治療に用いられる、抗レトロウイルス薬である。ネルフィナビルは、プロテアーゼ阻害薬と呼ばれる種類の薬剤に属し、他のパイと同様に、ほとんどの場合、他の抗レトロウイルス剤と組み合わせて使用される。ネルフィナビルは、SARS、コロナウイルスに対する治療効果が確認されており、COVID-19 に対する治療効果も、検証されている。 ネルフィナビルは、傾向投与可能な、人免疫不全ウイルス HIV-1、プロテアーゼ阻害薬であり、HIV 感染症の治療において、HIV 逆転者酵素阻害剤との併用で広く、処方されている。米国では1997年により、臨床に用いられている。日本では1998年3月に、承認されたが、2017年に販売終了した。 HIV 感染症一般的な副作用には、インスリン抵抗性、高血糖、リポジストロフィーなどがある。ネルフィナビルには多彩な副作用がある。1%以上に、誇張、下痢、腹痛が見られる。疲労、排尿、発疹、口内炎、肝炎等は頻度が低い。まれに、人血石症、関節痛、白血球減少症、水炎。 アレルギー反応が起こることがある。ネルフィナビルは単純ヘルペスイチウイルス及びカポジ肉種関連ヘルペスウイルスの成熟及び放出を阻害する。2020年、ネルフィナビルとセファランチンとの組み合わせがコビットナインティーンの治療法として検討された。2009年以降、ネルフィナビルの抗がん剤としての可能性が検討されている。 培養中の癌細胞にネルフィナビルを作用させると、様々な種類の癌の成長を抑制し、細胞死を引き起こすことができる。ネルフィナビルを前立腺や脳の腫瘍を持つ実験用マウスに投与したところ、腫瘍の成長を抑制することができた。細胞レベルでは、ネルフィナビルは癌の成長を抑制するために、複数の作用を発揮する。主な作用は、アクト。 pkb シグナル伝達経路の阻害と、小胞体ストレスの弱気及びそれに続く、異常タンパク応答の二つであると考えられている。米国では、ネリフィナビルが人におけるがん治療薬として有効で、あるか否かを確認するために、約30の臨床試験が実施されていた。これらの臨床試験の中には、ネリフィナビルを単独で使用するものも、既存の化学療法や放射線療法など、 他のがん治療法と併用するものも含まれていた。2021年4月現在、がんの第 3i 印象試験は登録されていない。ネルフィナビルとその単純な誘導体は人の病原体であるストレプタコッカスパイオジェニーズが産生する病原性因子ストレプトリジン S の産生を阻害することが判明している。ネルフィナビルとその関連分子は 検出可能な抗生物質活性を示さなかったが、他の細菌によるプランタゾーリシン、リステリオリシン S、クロストリジオリシン S などの他の生物学的、活性分子の酸性も阻害した。ネルフィナビルの相互作用プロファイルは、他のプロターゼ阻害剤と類似している。ほとんどの相互作用は、ネルフィナビルが代謝されるシトクロム P450、アイソザイムサイプ 3A4 及び、 サイプ 2C19 で生じる。ネルフィナビルは食事と一緒に摂取する必要がある。食事と一緒に服用することで、副作用としての下痢のリスクが減少する。ネルフィナビルは、プロテアーゼ阻害薬であり、HIV-1 及び HIV-2 のプロテアーゼを阻害する。HIV プロテアーゼは、アスパラギン酸プロテアーゼであり、ウイルスのタンパク質分子をより小さな断片に、 分割するもので、細胞内でのウイルスの複製と、感染細胞からの成熟したウイルス粒子の放出の、両方に不可欠である。ネルフィナビルは競合阻害剤であり、中央のアミノ酸残機も褒美に、ケト元ではなく、ヒドロキシル元が存在するため、酵素にしっかりと結合し切断されないように、設計されている。 すべてのプロテアーゼ阻害薬はプロテアーゼに結合するが、分子がプロテアーゼをどのように阻害するかは、その結合方法の詳細で決定される。ネルフィナビルの酵素への結合方法は、他の π との交差体制を軽減するのに、十分な独自性を持っていると考えられる。また、すべての π が HIV-1 と HIV-2 の両方のプロテアーゼを阻害するわけではない。 ネルフィナビルはイェライリリーカンパニーとの合弁事業の一環としてアゴロンファーマシューティカルズが開発した。アゴロンファーマシューティカルズ社は1999年にワーナー・ランバート社に買収され、現在はファイザー社の子会社となっている。欧州ではホフマンラロシュ社、その他の地域ではビーブ・ヘルスケア社が販売している。日本では日本タバコ産業株式会社が製造し、 鳥医薬品株式会社が販売していた。米国では1997年3月に承認された。欧州では1998年1月に承認された。日本では1998年3月に承認された。2007年6月6日、米国医薬品ヘルスケア製品規制庁と欧州医薬品庁は一部のロットにガンを誘発する可能性のある。 化学物質が混入している可能性があるとして流通している全ての医薬品の回収を求める警告を出した。日本には該当するロットは輸入されていなかったが2007年9月に販売会社より医師向けに重要なお知らせが配布された。ありがとうございます。